皆さんこんにちは、武田塾の清水です。今回は宮城県泉中央駅にやってまいりました。武田塾泉中央校、一体どんな校舎なんでしょうか。早速行ってみたいと思います。それでは早速教室の方に入っていきたいと思います。こんにちは、校舎長の野尻先生、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは早速校舎長の野尻先生にお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、武田塾泉中央校の校舎長の野尻です。よろしくお願いします。お願いいたします。野尻先生はもともと結構大手予備校で勤められてたというふうに聞いてるんですけども、どうして今武田塾で働かれてるんですか。そうですね、大手の予備校あるいは多くの個人指導の塾もそうなんですけれども、はい、非常に一方通行なんですね。生徒と近い位置で生徒と触れ合うということが非常に少なかったりしますので、その中でやっぱり武田塾っていうのは生徒の実績、そういうものを近くで見ていくことができますので、そういったところが非常に大きい魅力だなと思って武田塾の校舎長をやっております。ではですね、この武田塾という塾の魅力について改めて教えていただいてもいいですか。ほとんどの予備校や個人指導の塾っていうのは分かるっていうところにほとんど趣を置いてるんですね、うんうん、ところが武田塾の場合はそれよりもやったことが身についていること、身についたことを実際にテストで外に出してみせること、これが実際テストで得点を取るために重要なことですけれども、うんうん、そこのところに力点を置いていると、ここはやっぱり他とは全く違ってるところですよね。では続きまして、この泉中央校の校舎としての魅力も伺ってもよろしいですか。はい、泉中央という町自体が仙台の大きいベッドタウンになってるんですね、うんうん、この付近に住んでいる生徒さんというのは非常にやっぱり数多くいらっしゃると、学校の近くの塾へ行くではなくて家の近くの塾に行くっていうことに一つ魅力があるという場合ありますよね。そうですね、土日などは家の近くから塾へ来て自習をするですとかっていうような毎日の生活の中に塾での自習っていうのを組み込んでいくということが可能になっていくというのはやっぱり大きい魅力じゃないかと思います。おー、なるほど。それでは最後に今後の校舎としての目標を伺ってもよろしいですか。ベッドタウンの中にある塾ですので、地域に根ざしている塾、地域の人たちから認識されていて、地域の人たちがあそこへ行けば合格すると、そういうふうに思っていただけるような塾になっていくというのがやっぱり大きい目標ですね。ということで、生徒や講師の方にもこの後お話を伺えればなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは続いて教務の先生にもお話を伺っていこうと思います。はい、ご紹介お願いします。武田塾泉中央校教務の上野と申します。私自身ですね、ここの泉中央校の塾生として武田塾に通っておりまして、うん、そこから講師教務として今現在指導に当たっております。塾生としても指導者としても知り尽くした上野先生から見て、武田塾のいいところってどんなところだと思いますか。実際にこう参考書でですね勉強している方っていったところはこう多くいらっしゃるかと思うんですけれども、うんうんうん、自分一人で参考書の勉強をしていると客観的に基準自分ができているのかっていったところを判別するのが難しいと思うんですね。実際にこう個別指導の中で口頭チェックっていうような形でですね、その問題はどういった意図で解いたのかっていったところ、まあ、この番号はどうしてこの番号で合っていると思ってて、反対にこの番号はどうしてダメなのかっていったところをしっかりと質問することによって実際にできているかどうかっていったところのチェックっていったようなところを行っているところがですね、強みだと思っております。で続いてお伺いしたいのが、はい、実際に泉中央校からどんな合格実績が出ているかなんですけども、うん、なんか特徴的なエピソードとかあれば教えていただけますか。そうですね、矢板中央高校っていうサッカーがとっても強い高校がありまして、はいはいはい、全国でベスト4とかめちゃめちゃ強いですね。というところで、はいはい、行くような高校があるんですけれども、うん、そこでサッカー部で、まあ、現役の時は失敗してしまって、うんうんうん、こう浪人を機にですねこちらの泉中央校の方に来てくれた生徒がいるんですけれども、うん、偏差値40っていったところから1年間で偏差値を20ほど上げて明治大学の方に受かってくれた子っていうところがいますね、はい、サッカーばっかりやってた子が1年で20上げちゃって、はいはい、すごいですね。他にもありますか。これもまた浪人生の子になるんですけれども、現役の時で偏差値46っていうところで1年間もう本当に毎日1日14時間ほどですね勉強の方をしてくれて、北大の総合理系の方に受かっていったっていったところもいます。現役で共通テストうまくいかなかったところから旧帝大まで1年間で一気に仕上げてると、はい、そうですね、それもすごいですね、はい、まだまだありますか。今度は現役の子になるんですけれども、はい、8月の30日の方にですね受験相談で分転して慶応に行きたいという子がいまして、私としても正直これはどうなんだろうっていう風に思っていたところもあったんですけれども、はいはい、英語はもともとできていて、うん、理系ということがあって国語と地理っていったところが、まあ、本当にゼロから偏差値50もいくかいかないかっていうところからですね半年で非常に頑張ってくれて慶応の商学部っていったところに合格してくれた子がいますね。なるほど、はい、短期的に上げてった現役生の合格実績も全然あるよと。そうですね、はい、なるほど、現役もみんなゴリゴリ勉強して質高く勉強してるからやっぱそういう風にできるんですかね。そうですね、はい、なるほど、わかりました。では最後に教務としての目標を教えてください。はい、はい、実際に
に私自身ですね、ここの泉中央校で逆転合格したっていう経験がありますので、泉中央の全体のエリアに武田塾の良さっていったところ、逆転合格できるんだぞっていったところを伝えていきたいなと思っております。めちゃめちゃいいですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまず自己紹介お願いします。泉中央校講師の蓮沼です。東北大学理学研究科に所属しております。普段は英語、数学、生物、科学を指導しております。先生は普段指導の中でどんなことを意識されてますでしょうか。毎週毎週生徒さんに成長してもらうということを意識しています。自分が一番指導しているのは生物なのですが、実験考察問題というような実験をやってもらって、それについて考えてもらうという問題が多いんですが、そういう問題を解くためにはまず問題演習が必要です。この問題演習を行う前にはまず生物の用語を覚えなければなりません。用語暗記となると1週間ごとにコツコツ積み上げていって、それを何週も何週も行ってようやく用語が説明できる、つまり用語を覚えるというところにつながります。ですので毎週それを欠かすことがないように口頭チェックという形で指導しております。続いて先生から見た武田塾のシステムのいいところってどんなところだと思いますか。確認テストです。確認テストというのは宿題の中から特訓の前に取り組むテストのことなのですが、確認テストの際に一度取り組んでいる問題が出てくるということで、ほとんどの生徒さんが必ず合格するというような内容になっています。そのため合格した生徒さんにとっては1週間頑張ってきた努力が報われる、いわば成功体験のようなものが身につくと考えています。その成功体験を徐々に積み重ねていって、受験をするときには自分に対して勉強に関して自信を持てるようになっていればいいかなと思っております。それでは最後に先生の講師としての目標を教えてください。大学に入ってからは高校までのように先生に直接指導を受けられるようなことはほとんどありません。そのため勉強をするとなると、一から自分でどういう参考書を使うだとか、どこまでに取り組むだとか、そういった内容を決める必要があります。その例として武田塾のシステムを参考にしてもらえれば、大学入学後も生徒さんは勉強を進んでできるようになるのではないかと考えております。わかりました。ありがとうございます。それではまず自己紹介お願いします。泉中央で講師をしている宮城教育大学教育学部の近野凛です。主に国語と英語と設計を担当しています。先生は普段どんなことを意識されて特訓をされてますか。私が塾生の時はシャドーイングをする理由が分からなかった時に、講師の先生がこういう効果があってっていうのをお話ししてくださって、納得して進めることができたので、私も生徒の皆さんにどういう理由でこの参考書をやるのかなどしっかりと説明して納得していただけるようにということを気をつけています。先生ご自身もともと武田塾生だったっていうふうにお聞きしてるんですけども、はい、そんな視点から見て塾生の時こんなとこ苦労したなとか、それを踏まえて今こんなことを注意してるなとかありますか。私が入塾した直後に英単語の宿題が1日100個出たんですけれども、最初すごく大変だったんですがやっていくうちに苦じゃなくなったので、それをしっかり生徒の皆さんにお伝えして頑張ってもらえるようにとしています。実体験は結構大きいかもしれないですね。わかりました。それでは最後に講師としての目標を教えてください。生徒の皆さんが受験が終わった後にここまで頑張ってきてよかったなと思ってもらえるようにというのが目標です。わかりました。ありがとうございます。ではまず武田塾を知ったきっかけを教えてもらってもいいですか。部活動で全国大会に出るような強豪校にいたんですけど、部活動の時間が長くて勉強する時間が全くなくて困っていた時に、武田塾の授業をしないっていうのを見て、時間がない自分でもやっていけるかなと思って武田塾を選びました。実際入ってみてそれまでの勉強と通ってからの勉強でこの辺が特に変わったなと思ったポイントとかありましたか。今まで全く時間がなくて全然勉強ができなかったんですけど、武田塾に入って勉強する習慣がついて勉強のやり方を学ぶことができました。特にこの科目頑張ったなとか伸びたなって科目って何でしたか。物理が一番伸びました。物理、はい、どんな感じで伸びたんですか。もともと2割3割ぐらいだったんですけど、最終的には各問で1割以上も取れるようになって秋田大学に合格することができました。国公立に部活忙しい中で合格されたんですね。そしたら、最後にですね、大学のこれからの、進学とかも含めてなんですけど、目標を教えてもらってもいいですか。総合型推薦に入ったので、一般で入った人たちに筆を取らないように入学前も入学してからも勉強を続けていけたらいいなと思います。わかりました。ぜひですね、武田塾での勉強を生かして頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。野尻先生、こちらは何のスペースでしょうか。はい、こちらは個別指導の特訓をやるためのスペースですね。1週間に1度講師の先生と生徒が1対1でその1週間やったことをチェックしていく、そういうための場所になります。なるほど、1週間の成果をマンツーマンで確認してくれる場所ですね。そうですね。ありました。
続いてこちらは何のスペースでしょうか。はい、こちらは武田塾の泉中央校の自習室になります。こちらの自習室はどれぐらいの時間使えるんですか。そうですね、基本的には平日は朝の10時から夜の10時まで、日曜日だけ夜の6時に閉まりますけれども、原則的には週末も開いているというような形で毎日使っていただけるようにしてあります。なるほど、わかりました。続いてこちらは何のスペースでしょうか。はい、こちらは泉中央校の面談スペースです。面談スペースでは受験相談というものを行ったり、保護者の方と三者面談を行う、あるいは生徒さんと直接の面談を行ったりする、そういうスペースになります。受験相談ではどんなことをお聞きいただくことが多いでしょうか。そうですね、いろんな悩みをやっぱり受験生は持っていると思うんですね、はい、ですからそういった悩みをいろいろとご相談いただきまして、うん、そちら一緒に考えていくですとか、あるいは武田塾ではどういう勉強をしていくので、その方にとってどう役に立っていくのかと、そういったことをいろいろ説明差し上げて、そういう感じになってますね。なるほど、じゃあ合格に向けて必要なことを全部教えてくれると。そうですね、わ、ね、はい、かりました。それでは最後に動画をご覧の皆様へ一言お願いいたします。武田塾泉中央校でしっかり勉強をして、ぜひ合格を勝ち取っていただきたいと思います。受験に対してのお問い合わせはいつもお待ちしておりますので、こちらの方へお寄せください。